ってね、うん、怒ってる？ガチ切れの顔してたけど今。あっちえんだよ。あっちえんって。全然明るい。ファンドレイジングやった方がいいよ。ファウンドクラウドする？のぞみさんの。指でさ、ぶちょってやんねんいつも。一回一回毎回レンズ触らないと。かわいそうや。買ったれもう新しいの。そうなんだよ。こんにちは皆さん、今日はね、私かおちゃんのまつげをやって、その後あ、もう録画してる、一緒にご飯食べに来ましたんで、ちょっとビログを撮ってみることにした。ね、この後セイバーズ行こうね。いいよ。いい？見る？見たいの？なんか見よう。俺靴買うから。セイバーズで靴買うなんて、うん、気にしないよ。やば、水虫とか怖くないの？まあさ、それ私はほら多分潔癖だから、ね、靴は絶対もうノータッチ、あそこ見ないもん。ぶっちゃけた話で、私が今履いてる靴もセイバーズで買ったで。わお、イエーイ。それ綺麗ですよ。だってあそこいつももう履き崩しのかかとぐちゃぐちゃのやつしかないで。結構いいのいっぱいあるんだよあそこ、びっくりするよ。私たちが行くのはここ、クリアフーディーケイトリング&テイガー。 Anywhere? Over there? Ooh.楽しそう、バースデーパーティーです。何でしょう、人生チキンスープなんじゃん。うわ、このオクトパスやばない？オクトパスうまいよ、ね、これうまそう。 Thank you。 何にする？ストーンポーティースープ出ました。あ、出た、スープある。好き。スパイシービーフスープは絶対美味しいよ。あのなんかホロホロの好き、好き、好き。ちょっと暑いからな。チキン、あ、これ丸ごと入ってるやつ。丸ごとのやつ。いや、Hマークのやつ美味しかったよ。あ、本当。あのパールシティの Hマーク。行ったことあるよ。あそこのフードコートにあるんだけど、あの丸ごとチキンが入ってるやつ。ちょっと待って、怖い。怖い。私がさ、かほちゃんにまつげしてる間に撮ってた。怖いよ、びっくりした。呪いかと思った。あなたがそのさ、まつげのパーマでプロセスしてる間に、あなたのカメラが撮ってた。Okay, okay, sorry. ワイワイしてるから、相手が終わったろって思って。もういい加減終わったら、あいつはワイワイしてくれ。そうなんですよ、行きたいよっつってね。行きたいよ。これは、シーフードパンケーキですか、かほさん。はい、そうです。いいですね。なんかさ、ここにちょっとさ、あれの本格なんじゃない？本当そう思う？コリアンな感じで、なんかさ、いつもなんかもうちょっとこういう風になって。あ、そう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 、そうよね、そうよね。丸いね、ここに。いいね、いいね。あ、スープ来たよ。来ました。Yeah, right. あるよね、長さん。どうでしたか？いや、だからさ、おっちゃんたち、おっさんみたいな、サラリーマンみたいな感じで、ちょっと全部こうやって食って。どうでしたか？散々食ってどうでしたか？米全然食ってねえな。俺全部食ったぞ。もう完全にこれ出張の合間のご飯で、ランチ。この後まだミーティングがあるからさ、ね、綺麗なハンカチをちょっと折りながら汗を拭いてね。そうそうそう、ある程度のところでね、ちょっとやめとかないと、この後試食下すからミーティングまだミーティングがあるから気抜かないで。そうね、そういう感じだったわね、私たちのためだでした、ね、食ったよね、普通に良かったよな、美味しかった、うん、これいらないの？もういらない、私はもうお腹いっぱいです。あんた結構就職じゃない最近。何？え？就職ぶってんの？違うよね。私がぶってどうすんのよ、あなた。最近消食よ。2人が入んないの。いや、私入んないよ。ほら見て、この背の高さの違い。やば、もうくるくるになってる、これ大丈夫。これはこうだしさ、私のあた、ほら私は顔入るんよ。あなた入らないから。あれみたいじゃない、あの犯人みたいな目撃者。あの時私はみたいな声が変わってる。続けてやってくれるの。いやだよ。
なんだって。これ食べちゃうじゃん。食べてください。一緒に食べてくんないじゃん。お疲れ様でした。食べない。スープなら、まあ入るけど、この豆腐がうまいってさ、この柔らかい豆腐が、シーフードの、シーフードでやっぱりね、スンドゥブシリバル間違いないわ。しか勝たんで、最近学んだやつ。しか勝たんスンドゥブシーフードしか勝たん。もうちょっと古いんじゃない？それわかんないの。いたよね、そういうおじさんおばさんね。何が？最近流行ってるよ、これって。もう古いやつ。2年ぐらい前に流行ったやつだ。だからジェネレーションがスイッチしてきてんのよ。いたよ。米くれ。食べていいよ。あれじゃん。激おこぷんぷんまで。最近払ってるやつ。激おこぷんぷんまで。最近流行ってるやつ。嬉しそうな顔してるおじさん。いるよね。親戚のおじさん。はい、私たちはランチを食べました。遅いランチでしたね。3時ぐらいかな。そうですよね。それに切り替えた。そうです。電池切れたからね。私たちこれからセイバーズというスルシトストアに行きますよ。叱れるよ。はい。あの、謹慎って言ってことあるないよ。うまいの。チャイニーズレストラン。こうやって空が多いね。ね、綺麗じゃない。なんかカホちゃんがいるから私変顔率めっちゃ高いんだけど、どういうこと。気許しすぎやん。あ、いいですね。いいじゃないですか。かわいいじゃん。てか可愛くね、これ。カホちゃんは花瓶を探しているようでございますね。え、話してたの、シダの、シダの子元気。シダの、あ、シダの写真今度あげるね。いらねえわ。いらねえって思ってた。そんなに下がってきたよ。うん、あ、もう撮ってるの。撮ってる。見て、この顔気満々でしょ。ということで、はい、靴です。私はランニングシューズかもしれない。これランニング、これそうだよね。ちょっと20ドルだよ。でも20ドル、あ、まあそうか。わ、で、買える買える。だろうじゃねえんだよ、だろうじゃ。悪くねえぞ。うわ、それは気になるな。ブランニューだね。それも完全にフィリピンのだよ。これちょっとブランドがわからない感じ。フィリピンのカラーです。ね、カメラちゃんと持ってる？持ってるよ。なんかもうこんな感じだったじゃん。ねえ、どれがランニングシューズか分かんない。あ、ホッカーがあるんじゃん。これいいやつだよ。これいいやつ。何これ？ホッカー。ホッカー。ランニングシューズこれ。あ、ちょっと重そうやね。もっとファッション系やこれ。うん。全然映ってなかったかも。ねえ、カメラマンさんや。頼んますよ。全然普通だ。だからさ、さっきこうやって持ってっから撮ってるよ、あるよとか言って全然なんか協力してくれてるのか分からんのこれランニングシューズだべ。そうじゃない、軽そうじゃん。ナイキですっごい桜だけど大丈夫。ジャパン代表みたいになってるよ。そうだね、そうだね。これランニングシューズだよね。だっていまいち分かんないわけ。なんかランニングシューズ、めっちゃランニングシューズか、ワークアウトのシューズか。あ、なんか俺が持ってんのはここがさ、ちょっとすげえあのフィンなの。うん、だからセグランニングだけ走ってる時に親指が当たって痛かったの。あ、だからランニングシューズとなるとそういうんじゃないじゃんね。アシックスとかでいいんじゃない。だってアシックスってランニングじゃない。うん、カオちゃんといると決めれそうにないな。なんでなんか情報がありすぎて一気に。ニューバランスもあるんだ、それ左左、それノムランニング、それニューバランス、これメンズや。え、メンズとか関係ないじゃんね、サイズ変えれば。
これもアシックスやで。アシックス、うんうんうん、アシックス、アシックス、なんでアシックス、アシックスやね言わんと何言ってやったみたいな顔してんねこれってファッションのスニーカー、なんかめっちゃ薄いよね。それじゃダメだよな。うん、通気性なんかこれは紫、あ、これランニングシューズだよね。そうと思う。うん、なんかそんな感じはするよ。エクストラブーストって書いてある。いいサイズは20ドルのちょびっとでかいかもね。8の半分あんま買うへん。もう紫やな。でけえな。でかい？ああ、でもこう、そうだ、こういう感じですか、ね、そんな感じする。したらこっち 7.7.5? それ 7.5? うん、そう、8.5。あ、今 8.5 か。8.5 だった、うん、はい、何見つけたんですか。はい、ランニングシューズとナイキのランニングシューズを見つけました。あと、あと可愛いサンダルを見つけました。いくらですか？これ9ドル。おお、はい。次。あとはこの、私はこういうシャツ好き。それ可愛いね。水着の上とか見てるやつ。ああ。ふわふわってきるやつ。楽だね。そう。これはオールのデイビーらしいよ。$9.99。いやー、あとこれ見て、このヴィンテージルック、いいスカート、ちょっとこれ私しまう、はい、サイズ大きめ、ね、シンプルなものみたいね。あ、いいじゃん。いいじゃないですか。これはいくらよ。これ4ドル。うわ、安い。 And then lastly このシンプルなスカートでございます。サイズが良いけど大丈夫。これが12ドルだね。いいですね。本日もいいチョイスです。ダマ。セーブチェックアウトがございますね。はい、なんでこっち見た。終わりました。買いました。かほちゃんは何も買いませんでした。やったね。どうしますかこれ。ちょっとあそこ入ってみる。あれ、あのインターナショナルフィッシュマーケット。でもさ、あそこ本当に何言ってるか分かんないよ。一回見てみようかこれからちょっとスーパーに行くんだ。どういう感じのものが売ってるかはわからないんだけども。わかる。ああ、いいね。これはさ、私がさ、バージニアに住んでた時にさ、あのね、なんていう名前だったかな、あのアイジャンマーケット、はいはい、そこと一緒だわ。かわいい。うわ、見て、やっぱこういうのも20ドルとかするんだよ。22ドルだったよ。私はこのウサギがすごく欲しかった。お、ハエが止まってる。でかいハエが止まってる。おーめー。野菜売ってたんだ、ここ。あー、こういう感じね。はい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 、大型なエイジアンスーパーマーケットって感じ。そんな感じだよね。うん。あ？お豆がいっぱいある。なんかさ、どう、なんかこういうのってさ、着色料多いけどさ、たまにすんげえ目になるよな。たまに。たまになんか壺にはまるやつあるよな。めっちゃ広い。謎だったこのスーパーマーケットにやっと入ったけど、なんか興味本位に入ったからさ、うちら別に欲しいものなんかうろうろしてる。これ
これなんか日本で見たのよ。何なのこれね、この社長と秘書みたいな写真。何なんだろう、オフィスで飲めみたいな。何を申してるの。あ、日本にもあったの。いや、なんかお母さんが働いてるところにベトナム人置いてたの。トレーニーの子がさ、お土産の持ってきてくれたの。お母さんと何なんだろうねって、この社長と秘書みたいな。社長と秘書、何なんだろう。わーうわ、すっげーこれ。なんかアジアっぽいな、こういうわけわかんねえ、すっごいフォトショップされてる感じ。何なんだろうな。ある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 、謎だよな。何やってんのうちら。こんな日曜でいいんかよ、私。こんな日曜でいいんですよ。でもこういうのぐらいじゃないとダメだって。そうだよ、神経持たんてや。かおちゃんすごいよ、これやばない。タッキーこれさ、美味しいっていうな。これ何、ブルーなの。そうだよ、いいよ。やばくない、何これ。うわ、こんなこんなん食ったらもう人に壊せんな、罪だって。うんうん、犯罪よ。ねえ、ほんと病院行きだわ。病院行き、マジで。チップスのアイル来たさ。またね。またね。姉さん、あれやってよ。編集してよ。編集して送ってくれ。あ、ラジオね。私が編集するよ。はい。始まりました。誰これ。あ、ここに止めたいんだよ。あ、そうだ。ごめんな。私が止めた。いいよ。じゃあね。はい、またね。ありがとね。はい、ありがとう。そう、髪の毛やって。はいよ、髪の毛いいよ。さようなら。行くで、俺は帰るね。こんな感じの Vlog でございました。うるさいね、 AC が。うるさかったんじゃない、かほちゃんが言ってたの聞こえたから、みんな。はい、という感じで、そんな感じの Vlog でございました。楽しんでくれた方はぜひ LIKE をしてくださいね。では、また次のビデオで見よう。皆さんぜひ夜な夜なネイバーズクラブを聞いてね。ではまたね。さようなら。